子どもたちの記憶調査では、おいしい記憶で恩返ししたい記憶ちゃんたちに出会いました。番組初回の記憶ちゃんは、大好きなお母さんへの恩返し。マリカちゃんのおいしい記憶は、あの九州の方の、はいはい、ふわふわの食感のバーバの魔法のロールキャベツ。辛い時や悲しい時に元気をくれる特別な味なんだそう。キョクちゃん、そんなロールキャベツを食べさせたい人が。じゃあさ、一番誰に食べさせたい？お母さん。いつも頑張っているお母さんのために自分で作って食べさせてあげたい。ということで、ロールキャベツの魔法を教えてもらいに、おばあちゃんの住む熊本へ。どうもこんにちは。マリちゃん来たの？大丈夫だった？ロールキャベツの作り方を教えてもらいに来ました。わかりました、一緒に作ろうね。ねえ、猫の手、うわ怖。涙が出てるんでしょ。大丈夫？ここでバーバのロールキャベツの魔法の秘密が明らかに。野菜がいっぱいだもんね。野菜をいっぱい入れる感じしね。ふわふわの美味しさの秘密はたっぷりの野菜。種をキャベツでくるんで30分煮込んだら、魔法のロールキャベツ美味しそうに出来上がりました。あー、いいな、ふわふわ。と、ここでどうぞ。もうお母さんがサプライズで登場。ひよくちゃんには内緒でした。マリちゃんが全部作ったの？切ったのもマリちゃん？そう、マリちゃんが全部作ったの。そのお味は？この顔どうですか？おいしい。おいしい、いただきました。やった。お母さんへの恩返し大成功です。続いてのキヨクちゃんは、料理上手なひいおばあちゃんへの恩返し。そうです。調査員のしずちゃんとキヨクちゃんのモナミちゃんが向かったのはひいおばあちゃんのお家。ひいおばあちゃんが作るじゃこピーマンが大好物のキヨクちゃん。その味をお母さんでもおばあちゃんでもなく、私が受け継ぐ。それがひよくちゃんの恩返しでした。そうそう、女4代というのも、お母さんとおばあちゃんの料理にちょっと不安があるのだそう。お母さんとおばあちゃんのジャコピーも美味しい、まずくはないんですけど、なんかちょっと違う。正直次の子たちは絶対ちょっと変わった味のジャコピーを考えてますから。というわけで、誰のジャコピーマンがひいおばあちゃんの味を継承するのか、3世代で対決です。よーい、スタート。はい、頑張ります。おばあちゃんたち豪快だったんですよ。確か血液型 B 型でしたよね、おばあちゃん。完成です。完成しました。祖母のコメントも聞いていたので、はい、少しそれをパクっておばあちゃんは作ってみようと思います。すごいですね。はい、できました。お、できました。ママとおばあちゃんには絶対負けたくない。ひよくちゃん、丁寧に作っていきます。終わりました。完成。さて、ひいおばあちゃん実食です。これぞと思うものを指さしてください。その判定は、あ、モナミちゃんの。すごい。愛情を持つのよ。どうやったら美味しく、ね、食べてもらえるかなっていうこと。他に何もないから。愛情たっぷりのジャコピーマン、ひいおばあちゃんへの恩返し。続いてのキヨクちゃんは、亡くなったおじいちゃんへの恩返し。ああ、そうそうそう。
美しい田園風景が広がる富山八尾。記憶ちゃんのゆうちゃんに会いに行ったのはサンディこと桂サンドさん。美味しい記憶は亡くなったおじいちゃんが原木栽培で育てていた椎茸。おじいちゃんは死んだけど、椎茸はニョキニョキ入ってきた。入ってきた。うん、また椎茸は生きてるって。大好きなおじいちゃんに恩返し。椎茸を絶やさぬよう調査員とともに原木椎茸作りを受け継ぎます。しかし一つ問題が。いや、そうそうそうですよ。ほら絶対そうだったもん。泣きそう。すっごいいい話なんですけど、一個ちょっと不安ありまして、椎茸のビジュアル、食感、味、全部嫌いです。全部、はい。なんとよりによって調査員が大の椎茸嫌い。どっかで言います。何が食べれへん。ゆうちゃんに言えるかい。なんだ。椎茸を作れない。いや、作ろうのコーナー。イエーイ。気を取り直して原木椎茸作りスタートです。めっちゃ気を取り直した。まずこんな風に入れておいて、こんな風にするんですもん。こんな硬い変なことしてたんだな。リージすごいね。2時間かけて原木が完成。わ、今どうなってんだろうこれ。記憶ちゃんとサンディの椎茸、生えてくるのが楽しみですね。さあ、ゆうちゃん、これが姉ちゃんの椎茸。おじいちゃんの椎茸、うん、おじいちゃんが原木に残してくれた貴重な椎茸。絶対食べるってやつですね。炒めて、煮て、焼いて、面白い。フルコースを振る舞ってくれました。はい、完成です。にぎやか。とてもいないとは言い出せない。ドッキリでもいいんですよね。大体として。すると思わぬミラクルが。いただきます。うん、食べれるかな、この量。ちょっと心配だけど。わ、箸が。マジでいけるわ。むしろ美味しい。ほんまはな、椎茸苦手やってん。椎茸嫌い。ありがとう、ゆうちゃんのおかげやわ。ところで、記憶ちゃんとサンディの原木椎茸はその後どうなっているのか。スタッフが会いに行ってきました。こんにちは。大きくなってる。あらら。小学2年生だったゆうちゃんも4月から5年生に。すっかりお姉さんですね。椎茸の原木はその後見に行きました。ん、はい、見に行きました。大きいので直径10センチくらいで、小さいので直径2センチ。ニョキニョキ。収穫したばかりの椎茸でゆうちゃんに椎茸料理を作ってもらうことに。うわ、立派。あ、いいな、椎茸食べたくなってきたね。うん、おじいちゃんから気づいた椎茸、ぜひ食べてください。それではスタジオにお届けします。ではやってまいりました。記憶ちゃんとサンディさんの原木から採れた椎茸のお料理、はい、こちらです。ありがとうございます。なん、どうですか。まあ、おいしい。こうブリン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 した感じですよね。ゆうちゃん羨ましい。こんなおいしい椎茸、おじいちゃんが残してるなんて。椎茸の食べ比べができていることがまずもうなんて贅沢なって感じだし、うん、羨ましいわ。これは美味しいわ。私はこの世界を食べて覚えた。野菜や魚の名前、泣いてもまた笑える。季節はいつか過ぎていく。育ててくれてありがとうって思う。それは伝えていける。今度は
あなたへ。キッコーマンで。